スタートしました。コースタートは3番爆心カーリー飛び出していきますが、内から1番シゲルアセロラ並んでかわすが、8番リュンの押しとして並んでいきました。さらに5番伊勢のスバル、そして6番オーシャンカレントも前行って、これをかわして10番坂城ロイヤル、そして11番マッキーコバルト先団を形成します。その後9番リトルゲルダが行って、さらに外からは13番ハノハノ追い上げて3コーナーカーブを回ります。あとはリバシンがいて、17番ケンブリッジエル、14番レイクエルフ、その内から4番ダームドラックの中段リバシンがいて、後方になった16番バーバラ、15番ジャーエスペランサ、あとは7番のビスカヤ、そして12番ストロングポイント、外に回って2番のアグネスビッシュ後方から追い上げていきました。一頭ポツンと18番バルスピュールを兼ねて第4コーナーカーブに入ります。内1番シゲルアセロラが先頭、2番手からは8番リュンヌで第4コーナーから直線、その外11番マッキーコバルト、3番手から前を追って3頭広がって坂を駆け上がってきます。その後はリバシンサ、10番坂城ロイヤル、外目4番手、さらに外からは9番のリトルゲルダ追い込んできて、これらの間からは6番オーシャンカレント迫って200を切りました。さあ先頭わずかに、今度は8番リュンヌですが、6番オーシャンカレント、10番坂城ロイヤル、9番リトルゲルダ、外から16番バーバラ、さらには3番爆心カーリー、16番バーバラ、カッコーリー接戦。